はい、ただいまご紹介いただきました、農林水産省穀物課で、大豆のですね、生産振興を担当しております千葉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私からはですね、大豆をめぐる情勢ということで、ご説明をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめにですね、食料農業農村基本計画でございます。皆様ですね、すでにご存知かとございますけれども、令和2年のですね、3月に閣議決定されました食料農業農村基本計画。この中でですね、大豆の生産努力目標は34万トンと設定されているところでございます。現状はですね、平成30年というこの21万トンからですね、34万トンということで、増加のですね、目標を設定しているところでございますが、この目標の達成に向けまして、下にこういろいろ書いてございますけれども、例えば、団地化ですとか、スマート農業といったものですね、活用による、コストの低減ですとか、排水対策のですね、強化による、生産性の向上、大病性、加工性、適性のですね、優れた、新品種の開発、導入といったですね、ことに、取り組むこととしているところでございます。続きまして、現状のですね、生産量作付け面積のですね、推移でございます。水路につきましては、ここ数年ですね、見ていただけるとお分かりになるとおりですね、天候のですね、台風ですとか、大雨の被害といったものが多くてですね、ここ数年、数量はですね、低迷してございます。一方でですね、作付け面積につきましても、一部ですね、北海道の畑作地域で増加している地域ございますけれども、全体で見ますと、若干減少傾向というところでございます。ですが、令和3年3ですね、につきましては、今年でございますけれども、比較的ですね、天候が良かったということもあり、特に北海道からですね、東北、関東といった東日本につきましては、おおむねですね、平年並みの数量ですね、確保できている見込みということで、情報をいただいてございますので、今年につきましては生産量は多く取れるのではないかと考えております。また、作付け面積につきましても、4500ヘクタールほどですね、令和2年3より増えまして、14万6000ヘクタールというようなですね、今、数字となっているところでございます。こちらについても情報にですね、向いてきているというところでございます。続きまして、都道府県別の生産量作付け面積単収でございます。関東地域を見ていただきますと、特にですね、茨城県ですとか、栃木県、長野県がですね、作付け面積が多く、平均のですね、単収につきましても、栃木県や長野県ですね、単収もですね、高い状況になっているところでございます。続きまして、大豆の需要の動向でございます。大豆の需要量につきましては、中長期的にですね、増加するという傾向で推移してございまして、令和2年度につきましては約350万トン、うちですね、食品用につきましては105万トンとなっているところでございます。で、今後ですね、大豆、食用大豆の需要見込みについてということで、こちらにグラフございますけれども、表ございますけれども、全体で見ますと、特にですね、国産の割合ですね、ここがですね、実需の方にアンケートを取った結果でございますけれども、26%増加ということで、特にですね、国産の大豆の需要というものは、今後もですね、伸びていく見込みでございます。また、その下にですね、国産大豆の増産を希望する産地ということで、グラフ載せてございますけれども、希望する産地といたしましては、北海道はですね、多くなってございます。これはですね、やはり面積も大きくてですね、生産量も比較的安定しているということでですね、希望する産地としては多く上がってございますけれども、一方でですね、やはり北海道から運ぶとなりますと、それなりにその輸送コストというものがかかるということもございまして、私、何箇所かですね、意見交換させていただいた中ではですね、やはりその実需の方は、できれば地元産を使いたいというですね、希望が多くございました。ので、ぜひですね、各地域でもですね、大豆の生産の方をですね、
拡大していただければと思っているところでございます。特に関東につきましては豆腐とですね、豆乳用といった用途のですね、希望がですね、多くございました。続きまして大豆の用途別需要動向でございます。縦軸がですね、国産の使用割合、横軸が大豆の使用量となってございますが、この、オレンジ色のですね、大きい丸がですね、こちらが全体の使用量になってございまして、オレンジ色で塗りつぶされた丸、こちらが国産のうち使用割合となってございます。で実際にですね、この、グラフを見ていただけますと、特に豆腐ですとか納豆、味噌といったものがですね、この薄くオレンジになってますけど、これでこう今後ですね、需要は拡大する見込みだということを表してございまして、特にその豆腐納豆味噌がですね、今後も需要が大きく増加がですね、見込まれるというふうに考えております。続きまして大豆ミートでございます。すでにですね、皆さんスーパー等でですね、最近こう目にする機会が多くなっているかなと思うんですけれども、脱脂のですね、加工大豆から、タンパク質を取り除きまして、肉の形態にですね、加工した食品、これが大豆ミートでございます。食料不足ですとか、環境問題といった観点からもですね、世界的に、関心が集まっておりまして、日本においてもですね、大手の食品メーカーの皆様が、参入を、開始しているところでございます。中にはですね、将来的に輸出ということもですね、視野に入れている、企業さんもございます。またですね、こちらの大豆ミート、実は外国産のですね、大豆が、をですね、原料に作られている、ケースが多いんですけれども、中にはですね、こちらの依頼者ですね、ございますけれども、例えば熊本市にありますですね、大豆株式会社さんですとか、あとは岩手県のですね、釜石市にございます、アジテックファインフーズさん、などはですね、国産の大豆をですね、使用してですね、大豆ミートを作成、製造されていると、こういった企業さんもございます。で今後もですね、世界の人工肉、大豆ミートも含むんでおりますけれども、市場規模といたしましてはですね、ここも6年でですね、約2倍に増加するというようなですね、予測も出ているところでございます。続きまして、国産大豆使用の意向でございます。国産大豆につきましては、やはり今後もですね、例えばここに書いてございます、付加価値を付与できるですとか、食の安全安心といった部分でですね、消費者のニーズに応えられるといった部分で、国産大豆を増やしていきたいというですね、実利の方がいらっしゃる一方でですね、やはりここ数年、この量がですね、取れていなかったこともあって、価格が上昇していると。ということで、なかなか使いにくいと。またですね、量もその安定しておいてませんので、なかなか安定してですね、量確保できないといった理由でですね、なかなかこう増やせない、増やしたいけど増やせないというですね、ご意見をいただいているところでございます。続きまして、国産大豆の入札取引価格の動向でございます。先ほどですね、生産量面積の推移のところでも、ご説明いたしましたが、ここ数年ですね、平年のですね、収量を下回っていたということもありまして、不足感からですね、3年連続でですね、平均の落札価格は上昇しているという状況です。またですね、外国産につきましても、特にその中国のですね、需要が伸びているということもあってですね、国産の、海外産のですね、大豆につきましても、価格はですね、上昇しているという状況でございます。こういったですね、状況ですね、要は国産大豆を使いたいという企業さんはいっぱいいらっしゃるんですけれども、なかなか、国産はですね、その生産量が伸びていないと。要はですね、需要はあるけれども供給が追いついていないという、こういうですね、状況がずっと続いてございましたので、我々としてはですね、やはり今後、大豆をですね、生産拡大していくための施策ということで、こちらの麦大豆収益性生産性向上プロジェクト、こちらをですね、今年度から始めてございます。来年度につきましても、予算ですね、補正でございますけれども、組んでございまして、
引き続きですね、取り組むこととしてございます。で特に生産性のですね、向上といった部分につきましては、一番のですね、水田麦大豆生産性向上事業。この中で、例えば、団地化のですね、推進ですとか、営農技術の導入、例えば室外対策ですとか、こういったですね、技術の導入といったものに対してですね、支援させていただくとともに、大豆につきましてはですね、例えば新たに始める方につきましては、発種機ですとか、収量コンバイン、こういったものがですね、必要になってきますので、そういった機会につきましても、2分の1以内という形でですね、支援させていただく事業を進めているところでございます。続きまして、この事業ですね、先ほど申しましたが、今年度から開催して、実施しているということで、来年3に向けてですね、中身をですね、拡充してございます。特に我々といたしましては、やはりその生産性をですね、向上するための技術というところがですね、特に重要だと考えてございまして、従来のですね、メニューからいくつかですね、内容を拡充しているところでございます。この赤字のですね、ところが拡充部分でございますが、まず一つ目といたしましては、室外対策技術でございます。こちらにつきましては、従来ですね、昆布の中から一つを選んでいただいてですね、取り組む、ご支援させていただくという内容にしてございましたけれども、やはり生産性をですね、上げていくためには、やはりこの室外対策、特に水田からのですね、添削という部分が大きいと思いますので、この部分ですね、2つですね、技術をですね、取り組めるような形に拡充してございます。また、12番でございますけれども、地域特任技術ということで、大豆の生産につきましては、北は北海道、南は九州ということでですね、幅広い地域では、生産されてございまして、やはり地域のですね、環境に合った、技術というものがですね、やはり必要だろうということで、各都道府県単位ですね、において、この地域の技術というものを設定していただいて、そちらについても、ご支援させていただくというような形でですね、内容を拡充しているところでございます。次に、実需生産者のマッチング強化を通じた需要拡大でございます。本日ですね、ブロック別情報交換会ということで、関東農政局主催で開催してございますけれども、こういったですね、ブロック別情報交換会、各農政局単位で、開催してございます。県の担当者ですとか、実需の方、産地の方、研究者、行政機関がですね、集まってですね、今後の大豆のですね、生産について、実需者の方からですね、いろいろご意見をいただきながら、今後の生産について考えていくというのが会議なんでございますけれども、こういった会議をですね、我々といたしましては、各都道府県でですね、単位でも行っていただきたいというふうに考えてございます。特に生産者の方にですね、多く集まっていただいて、その実需の方のですね、ニーズというものを直接生産者に届けることでですね、生産者の皆様の生産意欲をですね、より考慮させていただきたいといったところがですね、目的としてございます。でこちらのですね、都道府県で開催いたします、意見交換会につきましては、先ほどですね、ご説明いたしました、水田分離大豆生産性向上事業の中でもですね、一部かかる経費をですね、支援させていただくこととしてございます。また、先ほどご説明した補助事業につきましては、ポイント制になってございまして、ポイントの高い、事業主体からですね、事業が採択されるという中身になっておりますが、こういったですね、意見交換をですね、開催していただいた、地域につきましては、加算ポイントということでですね、ポイントがプラスされるというようなですね、内容も入れてございますので、ぜひですね、こういった都道府県に単位でですね、意見交換館というものを今後開催していただければなというふうに考えているところでございます。最後ですね、参考でございます。まず一つ目がですね、大豆の栽培のですね、診断ということで、その18ですね、項目あるんですけれども、その項目に沿ってですね、アンケートに書いていただくと、
リスクのですね、まあ、栽培状況の簡易診断ができるという中身で、まあ、これはスマートフォンができますので、よりですね、手軽にできる、ナビゲーションとなってございます。また、大豆のですね、技術の手引きというものも昨年ですね、作成してございます。こういったものもですね、ぜひご活用いただきたいと思います。またですね、今年で50回目を迎える、ものなんですけれども、全国マレーウェイ経営改善奨励会ということで、毎年開催してございます。50回のですね、奨励会につきましては、すでに応募期間終わってございますけれども、来年度以降もですね、引き続き、こういったですね、表彰制度ですね、開催することとしております。一番上はですね、大臣賞という形でなってございますので、ぜひですね、多くの方にご応募いただいてですね、地域でですね、大豆生産をですね、お願いいただきたいというふうに考えているところでございます。私からは以上でございます。どうもありがとうございました。